はい、マイミーマイミーです。はい、私は今新宿駅にいます。はい、現在の時刻朝の10時14分なんですけれども、私は今からなんと初めてのロマンスカーに乗ります。ロマンスカーに乗ってどこに行くかというと、静岡県の御殿場まで行くんです。静岡県まで行けるの？そんな列車があるのを知らなくて、私は本日初めてロマンスカーというものに乗るんですけれども、またね、皆さんに早くお話ししたいこととか、なんでそんな目腫れてるんだって不思議に思っている方たくさんいると思うので、ちょっとお話ししたいところなんですけれども、本日も私寝坊して時間がないので、とりあえず電車に乗り込みたいと思います。ロマンスカーってどんな感じなんだろう。本日はゴールデンウィークとなっていて、新宿駅はめちゃめちゃ混んでるみたいですね。新宿駅はとっても不思議なの。朝からストロング缶 9% のストロング缶のお酒を飲みながら歩いている人など、たくさんね、変な人や変わった人がたくさんいるんですけれども、皆さん朝からおはようございますということで、とりあえず今小田急線乗り場に向かっているんですけれども、こっちで合ってるよね。ちゃんと本日のチケットを予約してきたので、ちゃんと乗り込みたいと思います。はい、そして本日のチケットはこちらです。10時40分。あ、待って、10時40分か、よかった。10時20分かと思って時間がないと思ってたら全然時間ありました。ということで本日は、あと20分もあるってこと、電車乗るまで。あ、小田急線着いた。はい、ということで改札に入りました。私が今から乗る電車はこれですね。富士山御殿場行き10時40分発。今日満席だって。満席、さすがゴールデンウィーク、ロマンスカー満席でした。よかった、ちゃんとチケット取っといて。はい、ということで本日乗るロマンスカーがやってきました。すごい、こんなに青いんだね、初めて見た。本日はゴールデンウィークっていうのもあって、本当に家族連れの方が多いです。私の乗る号車は6号車なので、6号車まで歩いていきたいと思います。朝からこうやってツイッターで泣き言言ってごめんなさいけど、みんなありがとうございます。たくさんコメントを見て今頑張れるって感じです。本当にありがとうございます。本日は少しいつもと違う私になってしまって、いつもよりテンションが低く、いつも通りの動画を出せないかもしれないんですけれども、皆さんありのままのみーちゃんを見たいんだよって言ってくださって本当に嬉しいです。でも静岡の御殿場に行けるっていうことで楽しみです。10時34分乗車します。はい、ロマンスカーの車内はこんな感じです。赤い絨毯で少し高級感がありますね。そして私の席はここ。本日のロマンスカーは満席と表示されていたのですが、まだ私の隣には誰もいません。途中で誰かが乗車してくるのかな。皆様オープニングのテンションで分かった方もいらっしゃると思うのですが、本日の私めちゃめちゃテンションが低いです。いつも通りの私じゃなくて本当にごめんなさいって感じですが、一回綾鷹を飲んで落ち着きたいと思います。撮影だし、せっかくのロマンスカーに乗るんだから、一回切り替えていつも通りバカみたいにはしゃいで、バカみたいにうるさい自分のテンションで行きたかったのですが、本日は生理前ということもあり、そういうわけにはいかないみたいです。本日は泣いては笑って、酒飲んでまた泣いてみたいに、感情が非常に忙しい動画となってしまいそうですが、どうか情緒が不安定な女のロマンスカーの旅、最後まで楽しんでみてくださったら嬉しいです。はい、ということで本日のチケットはこちら。新宿を10時40分に出発して御殿場に12時24分に到着します。約1時間40分のロマンスカーの旅となっております。この1時間40分でどんな感情の起伏を見せてくれるのか、編集中の私も少し楽しみです。はい、ということでどんなに情緒が不安定でも座席の紹介はしっかりしていきたいと思います。足元はこんな感じで、すごいゆったりとした空間です。なんだかレトロな感じがして、すごく雰囲気が良くないですか。はい、ということで新宿駅を発車しました。この私の今の悲しい気持ちは東京に置いていきたいですね。こうして車掌さんも一緒にバイバイしてくれます。新宿バイバイ。ちなみに私の前の席にはほっこりとしたカップルが座っていました。今日は本当に天気がいいので、発車してからすぐにさっきのブルーな気持ちはなくなり、気分が爽快になってきました。おー、なんかの電車とすれ違いましたね。っていうことで私の幸せなロマンスカーの旅スタートです。はい、ということで昨日から泣き疲れたので、まずは腹ごしらえからしていきます。私の大好きなシーチキンマヨネーズおにぎりと、本日も変わらずお酒の登場です。それでは本日の朝ごはんいただきます。皆さん、まずなんでこの女こんなに情緒不安定そうなんだと不思議に思いますよね。私のチャンネルを初めて見た方は、え、こいつこういうヤバい人なの？とか、前から見てくださっている方はシンプルにお前どうしたってなりますよね。私も思います。なぜこんなに泣き晴らしているのかは決定的な理由がないので説明しにくいのですが、おいおい説明していきたいと思います。それにしても目腫れすぎ。正直この動画を出すかどうかは迷ったのですが、こういう泣きたい時に泣きまくる電車の旅でストレスを発散することもできるんだよということを伝えたいと思い、
この動画を配信することを決めました。朝からツイッターで少し弱音を吐いてしまいましたが、皆さんの温かい言葉で本当に救われました。ありがとうございます。皆さんの温かいコメントを読んで心を切り替えてロマンスカーの旅を楽しみたいところなのですが、この状況やばいです、やばいです、ストップ、泣くな泣くな、涙を抑えて。抑えきれなかったみたいですね。ということで本日のロマンスカーの旅は、思う存分泣いて食べて飲む、そんな電車の旅にしていきたいと思います。必死に涙をこらえている姿、今見たら少し笑っちゃいます。景色のいい車窓を見てぼーっとしていたら自然と涙が出てきてしまう、そんな経験皆さんにもありますか？そんなことよりも泣きながらおにぎりを頬張る22歳女、なんだかこの姿、千と千尋の神隠しの千尋が泣きながら大きいおにぎりをむしゃむしゃと食べるシーンを連想させますね。それにしても泣いてばっかじゃダメだと思い、大好きな綾鷹をガブ飲みしてみます。綾鷹は私の中で二日酔いの時に飲んだら絶対に治る魔法の飲み物だけど、私の情緒はさすがに戻らないかなと思ったけど、少し元気が出てきました。やっぱり悲しい時は思う存分泣いて、そして食べまくる、これにつきますね。すんごい勢いでおにぎりを食べていきます。はい、そしてまた思いにふけている様子ですが、ラストのおにぎりを食べていきたいと思います。昔からシーチキンのおにぎりが大好きだけど、最近は鮭のおにぎりが好きです。ごちそうさまでした。おにぎりを食べ終わったタイミングで次の停車駅、新百合ヶ丘に到着したのですが、相変わらず私の隣の席は空席です。はい、ということでこのタイミングでお酒、アサヒスーパードライ、本日もこちらで決まっていきたいと思います。さっき落としてしまったので泡が吹き出てしまいました。上手に泡をキャッチして改めて乾杯。いつもより険しい顔でビールを飲んでいますが、やっぱりビールはうまい。現在の時刻は午前11時、こんな時間から誰が飲むんだって感じですが、こんな最高の天気 in ロマンスカー、飲むしかないですよね。大好きな缶ビールを飲んでテンションが元通りになった藤原のみーです。どんだけ単純な女なんでしょう。別にこれから誰に会うわけでもなければ、リップは十分濡れているのに、いきなりメイク直しをし始めました。何が変わったんだって感じですが、満足そうなので何よりです。それにしても天気がいい日に午前中から飲むこのアサヒスーパードライ、なんでこんなに美味しいんでしょうか。皆さんも一緒に外の景色を見てください。この雲一つない天気の良さに、こののどかな景色、かけるあやたかかけるビール、最高すぎませんか。この景色永遠と見ていられます。はい、そして少し遅れてしまったのですが、ここのロマンスカーの座席のリクライニング機能を体験してみます。リクライニング機能にも大興奮ということで、リクライニング機能にも乾杯。出ました、私のスタイル、全てのことに乾杯してどんどんお酒を飲んでいく戦略です。そしてそして次の駅に到着したみたいです。次の駅はじゃん、相模大野って読むのかな、相模大野に到着しました。ということで相模大野駅に到着した記念に乾杯。もうこうなったら私は止められません。意味わからないことに乾杯し続けて、お酒をどんどん飲んでいきたいと思います。そしてそして2つ目の駅も通過したのに、私の隣の席はまだ空席です。これは奇跡ですか。最高すぎる。一人席万歳ということで乾杯。朝からすんごい勢いで飲んでますね。これが焼け酒っていうやつなんですか。焼け酒でも何でもいい、お酒を飲み始めて外の景色を見て、どんどんいつもの私を取り戻してきたみたいなので良かったです。くれぐれも飲みすぎて大号泣することはありませんように。おっと、斜め前のおじさんも缶ビールを開け始めたので勝手に乾杯。私だけではなく約3割ぐらいのお客様がお酒を飲みながらロマンスカーの旅を楽しんでいました。移動中の列車の中で飲むお酒って格別に美味しいですよね。わかりすぎます。はい、そしてまたバッドモードに入ってしまった藤原のみーです。少し説明すると、まず私は3ヶ月に1回来る少し重めの生理前なんです。そのタイミングというものもあり、ゴールデンウィーク中みんなが楽しそうに遊んでいる時、私は編集や撮影に追われ、誘われていた遊びにも参加できないことや、その他もろもろいつもは気にも留めない些細な出来事に引っかかってしまい、バッドモードになってしまったんです。大失恋をしたり、何か大きい悲しいことがあったわけではないのに、こういうブルーな気分になってしまう時期、私はめったにないので自分でも自分をコントロールできなくて、またそれでもパニックになってしまい、こんな情緒になってしまったって感じです。ダメダメダメ、泣いてばっかりではダメなので、とりあえずビールをガブ飲みします。
普段は全然ストレスを感じないまま生きているのですが、知らない間に何かのストレスを溜め込んでしまっていたのかなと今になって思います。はい、ということでここでビールがなくなりました。そして次のお酒、じゃん、この 7% のレモンサワー。これ蓋がついているお酒なので、列車の中でのお酒には最高なんですよね。そしてうまい、最高すぎる。外を見て何かに反応しています。何があったんでしょうか。ただ赤と青色の電車とすれ違っただけでしたね。でもこの景色見てください、最高すぎませんか。すっかり私もご満悦状態です。おっとまた次はどうしたんでしょうか。はい、私が一番懸念していたこと、お酒が入って少しほろ酔い状態になり、感情の起伏がすんごい状態になってきてしまいました。これ以上お酒をストップしろと言われてもできないのですが、どうにかして涙をこらえてほしいところです。そんなことを言っていたら、外を見て何かに興奮し始めました。あんまり皆様には伝わらなかったかもしれませんが、中学校かな、何かの学校に色とりどりの鯉のぼりが飾ってあって、それを見て感動していたみたいです。はい、そして本日も私のこの酒飲みモードは止まりそうにありません。はい、こんなことをしていたら本厚木に到着しました。本日新宿から出発して3つ目の停車駅ですね。このロマンスカーに乗車して約50分が経ちました。はい、そしてここでめちゃめちゃ今更なんですけれども、サイドテーブルの紹介をしていきたいと思います。これ普通は最初に紹介するべきものですね。サイドテーブルはこんな感じで木でできていて、とっても素敵です。この机の大きさだったらお酒6本ぐらい置けそうですね。ここに大好きなお酒たちを並べて飾って、景色の良すぎる車窓を見る、これはもうただの目の保養ですね。はい、そして次はどうしたんでしょうか。はい、お酒を飲みすぎてお手洗いに行きたいところです。私の乗っている6号車にはトイレがなかったので、5号車を通り抜けてトイレに到着しました。ロマンスカーのトイレはどんな感じなんだろう。失礼します。すごい、トイレ広、電車の中のトイレだとは思えない。ちょっとお手洗いします。飲みすぎちゃった。今日もビールのペースが早すぎてお手洗いが近いですね。無事にお手洗いを済ませ、すっきりしたということで、残りのレモンサワーをガブ飲みしていきます。どうせまたトイレに行きたくなるんだから、もうこれ以上飲むのはやめとけっていう声は今の私には聞こえないみたいですね。そして案の定結構酔っ払ってきてしまい、世界が今回っている状態です。あーまたそんな状態で外をぼーっと見ていたらまた泣いちゃうから、そんな外を見ないって感じですが、また泣いてしまいましたね。泣いては食べて飲んで笑ってまた泣く、本当に感情が忙しい列車の旅です。隣の人が来なくて本当に良かった。これで隣の人が来ていたら隣の人びっくりですよね。それにしても景色が本当に最高すぎるの。さっきから川沿いをずっと走っているのですが、川が太陽に照らされてキラキラとしていて本当に綺麗なの。自分が少し落ち込んでいる時に綺麗なものを見たら涙が出てしまう、この現象何なんでしょうか。この姿、冷静に周りから見たら焼け咲きをしている女、座席が近くだった方々はびっくりしてなかったかな。そんなこんなで2缶目のレモンサワーも缶インしてしまいました。そりゃ寝ますよね。そして起きた瞬間、この笑顔、完全に酔っ払った時の私です。電車とただすれ違っただけなのに、なんだか楽しそうですね。そして何かを取り出します。じゃん、私の大好きなポイフル。私はこのポイフルを普段からずっと食べているのですが、動画上では青春18切符の動画で出てきた通り、悲しい時にテンション上げたい時食べると元気が出る魔法の食べ物なんです。本当にちゃんとテンションが戻ってきて、自分でもびっくりしています。松田に到着いたします。松田に到着したということは、御殿場最終地点まであと2駅。旅も終盤となってきたので、テンションが戻ってきて本当に何よりです。そして皆さん見てください。今度こそこれは見てほしい。見えますか？あんまり見えないよね。富士山です。富士山が見えました。ちょっと今回はあまり見えませんでした。さっきまでテンションマックスだったのに、またどうしたんでしょうか。もうこの列車の旅は終わるというのに、今日一番泣いているんじゃないかっていうぐらい泣き始めました。私の性格上、思う存分泣いたら次の日にはケロッと元気になっていることがほとんどなので、今日は思う存分泣かせてください。こんな姿を見せてしまって本当にごめんなさい。泣いてると思ったら外を見てテンションが上がっている様子です。テンションの浮き沈みが本当にすごくて、私自身もついていけません。でもどんなにブルーな気持ちでも、この川の景色を見たら心が浄化されますよね。もう終点の御殿場に着いちゃう。現在の時刻は12時9分。
あと10分ぐらいでもう到着しちゃいます。最後にお酒をぐいっと飲みたいところだったんですけれども、もうすべて飲み干してしまったので、最後にポイフルを食べて締めたいと思います。ポイフルしか勝たん。到着間際になって眠たくなってうたた寝してしまいそうでしたが、起きて外を見ると、なんとなんと見てください、やっと見えました。この景色見てください、さっきよりも断然綺麗に富士山が見ることができました。やっぱり富士山を見るとなんだかテンション上がっちゃいますよね。画面上ではあまり伝わらなかったのが悔しいんですけれども、本日は本当に天気がいいので綺麗に見えました。最初は泣き晴らした顔面でのスタートの動画でしたが、最後は富士山のおかげで笑顔で終わることができました。これで私のブルーな気持ちも吹っ飛んだということで、最高の電車の旅になりました。やっぱりこうしてブルーな気持ちの時こそ外に出て、こうして旅に出ることは大切なことなんだなと実感しましたね。それでは下車します。ということで無事御殿場に到着しました。見て、御殿場やっと着いたよ。それにしても本当に天気がいいね。ていうか私初めてかも、御殿場駅で降りたの。こんな感じなんだ。見て、御殿場駅こんな感じです。すごい、あっちの方に富士山があるのかな。あ、富士山が見える。すごい、駅から富士山が見えるなんてすごいね。はい、ということで今回は皆さんすみません、情緒が不安定すぎて。でも私めちゃめちゃリフレッシュできました。います。今回も元気な姿をずっとお届けしようと思って動画作りに励もうとしてたんですけれども、やっぱり涙が止まりませんでした。本当にこんな姿を見せてしまって、いつもと違うような状態を見せてしまって本当に申し訳ないんですけれども、でもありのままの姿をしていけるような動画作りをこれからもしていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。でもそれにしてもロマンスカー最高だったんだけど、本当に天気がいいし、景色もいいし、富士山も見えて、しかも座り心地も温めてよかったし、お酒も飲めるし、多分私今ちょっと酔っ払ってる自覚は今ないんですけれども、ちょっとほろ酔い状態です。まだね、昼の12時半だというのに、昼から酔っ払って泣き晴らした目で御殿場を歩いている女なんですけれども、それにしても天気が良くて本当に最高。まあ私は本当にいつも元気で、悲しいこととかいつもないんですけれども、久しぶりに少し辛くて皆様に弱いものを見せたんですけど、それを含めてこれからもよろしくお願いします。ということでね、私はなんと御殿場までやってきたんですけれども、このまま東京に戻ります。御殿場はまた友達とかと一緒にアウトレット行きたいな。御殿場アウトレットあるよね。次はゆっくり御殿場に行きたいと思います。けど本当にロマンスカー乗れただけでこんなにリフレッシュできるなんて最高です。皆さんも辛いことがあった時、家に引きこもらないで、こういうロマンスカーとか一人でもどっかに出かけた方が気晴らしになるので、皆さん真似してみてください。ということで本日の動画はここまでです。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。どんぶらーここ、めっちゃ目腫れちゃってる。次から元気に元気に動画をお届けします。バイバーイ。今折り返しのロマンスカー乗ってるんですけど、待って、私いつの間にかカメラの三脚がなくしてるんだけど、え、カメラの三脚がなくなってるんだけど、待って、御殿場駅のどっかに置いてきたかも。ちなみに帰りの列車は結構空いています。新宿行きは結構空いてるみたいですね。行きは満席だったんですけどね。ちょっと待って、そんなことよりもあの三脚がない。さっきまで持ってたのに、絶対御殿場のトイレの中に忘れた。最悪、電話します。なんで最後の最後までこうやってやらかすのって感じなんですけど、帰りのロマンスカーも楽しみたいと思います。バイバーイ。三脚ありますように。